こんにちは。八千代塗りキリスト教会の牧師吉原学です。今日は2月の20日ルカの福音書14章の1節から14節になります。愛を実践する礼拝者、自分を低くする弟子というテーマで見ていきたいと思います。イエス・キリストはこの世に神の言葉として来られ、私たちに神の愛を伝えてくださいました。その愛の深さ、そして高さ、広さを教えてくださいました。今日の御言葉を通しても私たちに神の愛が示され、私たちがその神様の愛に目覚めていく、そのような時間となりますように、主の御名によって祝福します。ルカの福音書14章1節から14節。ある安息日のこと、イエスは食事をするためにパリサイ派のある指導者の家に入られた。その時、人々はじっとイエスを見つめていた。見よ、イエスの前には水晶を患っている人がいた。イエスは立法の専門家たちやパリサイ人たちに対して、安息日に癒すのは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、と言われた。彼らは黙っていた。それでイエスはその人を抱いて癒し返された。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。彼らはこれに答えることができなかった。イエスは客として招かれた人たちが神座を選んでいる様子に気がついて、彼らに例えを話された。結婚の披露宴に招かれた時には、神座に座ってはいけません。あなたより身分の高い人が招かれているかもしれません。あなたやその人を招いた人が来て、この人に席を譲ってくださいということになります。その時あなたは恥をかいて末席につくことになります。招かれたなら末席に行って座りなさい。そうするとあなたを招いた人が来て、友よ、もっと上席にお進みくださいと言うでしょう。その時共に座っている皆の前であなたは誉れを得ることになります。なぜなら誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。イエスはまたご自分を招いてくれた人にもこう話された。昼食や晩餐を振る舞うのなら、友人、兄弟、親族、近所の金持ちなどを呼んではいけません。彼らがあなたを招いてお返しをすることがないようにするためです。食事の振る舞いをするときには、貧しい人たち、体の不自由な人たち、足の不自由な人たち、目の見えない人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。あなたは義人の復活のときにお返しを受けるのです。今日の本文においても安息日の話がまた出てきます。実にルカの福音書で3回目になるわけですけれども、ここまで安息日について繰り返して伝えたかったポイントというものはどこにあるんでしょうか。今日の1節から3節を見ていくときに、イエス様にとっての安息日とパリサイ人たちにとっての安息日のその見方というんでしょうか、その視点、観点というものが全く違ったわけですね。パリサイ人たちにとっての安息日は3節に
見るように律法にかなっているかどうか、彼らがこれまで大切にしてきた規律というものを重んじることにフォーカスがありました。それは私たちがユダヤの世界にですね、実際に生きていないのでわからないかもしれません。しかし親から受け継いだ教えを正しく守るという、つまり伝統になっていたわけですね。そのことが、これは例えばの話ですけれども、ある家庭では生ものをですね、食べてはいけない、必ず食べ物は火を通さなければいけないというですね、そのような教えがあったとします。そのような伝統がですね、受け継がれてきた家庭があったとします。しかしなぜ食べてはいけないのか、よく考えないでですね、実はおじいちゃんの代からずっと生ものは食べないできたという、そんな家庭があるかもしれません。でもなぜ食べないのか、それを おばあちゃんに聞いてみたらですね、実は一度だけおじいちゃんがお腹を壊したというんですね。その生ものを食べてお腹を壊したからだと、それから食べないんだと、おじいちゃんの言い伝えだからずっとそのようにしてきたと、そのようなことがあるかもしれません。当時の律法も生ものがダメだというですね、そのような伝統だけが先走りしてしまっていて、ではなぜ食べてはいけないのかという、その本質、その目的というものがよくわからなくなっていました。しかし人というものは実はそのように、代々受け継がれてきた、守られてきた伝統として、受け継いできたその文化をですね、守らないことに、またそのことを変化させていくことに非常な違和感とですね、恐れというものを感じるわけであります。私たちは信仰生活をしながらも、実は多くのこの世の伝統や、また教会や教団の規律によってですね、一方では守られています。しかしもう一方では、その伝統が私たちの信仰の本質というものを見失わせることがあるということも覚える必要があります。多くの教会の争いや、またぶつかりというものを見れば、伝統を守る派と改革派がですね、ぶつかるわけですよね。しかしいずれにしても大事なことは、そこに正しい本質を求める思いが必要になってくるということですね。韓国のんぬり教会も、開拓の初めは長老会ですので、講壇の上に牧師と長老が座る椅子が置かれていました。ハ先生はそのことに、逆に違和感を感じてですね、礼拝で崇められるのは主だけである、自分自身もその椅子に座ることによって少しでも崇められるようなことがあってはいけないということで、実はその長老と牧師の椅子をですね、取り除くことを提案したそうです。しかし当時はもう本当に何十年もですね、いや長く長老派の中で受け継がれてきたその伝統を新しくするということに、多くの信徒たちや長老たちが反対したそうであります。しかし礼拝はただ唯一主イエスキリストだけが崇められるべきである、そのことをハ先生は貫いて、実は7年もですね、時間をかけながらゆっくりとそのことを、改革をですね、していったということを聞いています。それは、本当の礼拝の本質に立ち返るということをですね、ハ先生が、貫き通したからできたことだと思いますけれども、イエス様は言われました。ルカの福音書の6章5節で、そして彼らに言われた、人の子は安息日の主です。それは安息日の目的はイエス様に、イエス様ご自身にあるということです。その日はイエス様に栄光が返されていく日であります。パリサイ人たちは律法と安息日を守ることによって誰に栄光を返していたんでしょうか。ルカの福音書の18節、18章のですね、
10節から14節のところを見ていくならば、パリサイ人と主税人が2人がですね、宮に行って祈っていました。パリサイ人は心の中で自分が悪いことをせずこの主税人のようでないことを感謝しますとですね、そのように祈ったわけです。一方主税人は自分の胸を叩いて、神様、罪人の私を憐れんでください、そんなふうに祈りました。結局どちらが義と認められたのか、それはパリサイ人ではなく主税人であったということですね。その御言葉の箇所から見ることができます。パリサイ人たちは安息日を守る目的が自分を高めることになっていました。自分を守ることになっていました。そうではありません。まことの安息日の目的は主イエスだけが崇められることにあります。それはイエス様がこの地に来られた目的を成し遂げることであります。その目的とは何だったんでしょうか。今日の本文の5節を見たいと思います。それから彼らに言われた。自分の息子や牛が井戸に落ちたのに、安息日だからといってすぐに引き上げてやらないものがあなた方のうちにいるでしょうか。パリサイ人たちの信仰は律法という伝統を守ることにもう固執していたんですね。しかしイエス様が来られてなされたそのことは律法の目的である愛を行うことでありました。私たちも自分の家族が困っているとするならば、どうにかしてその人を助けてあげたい、救い出してあげたいと思うんではないでしょうか。私の祖母の話ですけれども、昔交通事故に遭った時にですね、救急車でその町の病院に運ばれたんですけれども、もう医者たちはサジを投げて治療の施しようがないというふうにですね言われました。それを聞いた私の母がですね、院長室に行って、実は私の父親と先代の院長先生が本当に親しい関係だった、どうにかして最後もう一度だけ処置をしてくれませんか、そのように願った時に、お医者さんたちがですね急に動き出して、そして治療の施しをしてくださって救われたということがですねありました。人は問題を前にこれまでの経験に頼り、そしてできない理由や理屈を探すことがあります。しかし私たちの中に愛があるとするならば、今までにそのことは経験したことがなかったとしても、どうにかして問題を解決しよう、その方法を探すようになるんです。常識や伝統ではなく、イエス・キリストの愛によって判断するときに私たちの本当の答えが見つかると信じます。私たちに安息日が与えられ、そして律法を守るように主が願われたのは、それは愛を実践するという一つのポイントであります。その時に私たちを通してイエス様に栄光を返すようになります。礼拝を儀式で捧げるものではなく、愛を実践するものこそが真の礼拝者であると言えます。共にお祈りしましょう。この世の伝統や文化に縛られるのではなく、常に福音の真理を求めて生きるものとならせてください。そこに神の御国が建てられていくことを主イエスキリストの御名によって祝福しお祈りします。アーメン。